い、はい、そう、スイングスピード上げて、はい、右足に乗って左足を落として、そう、はい、足疲れるけどね、大丈夫、これがテニス、大丈夫、テニスは疲れます。グッパッ、はい、はい、OK、軸足をしっかりボールに対して決めていただいて、トランスファーステップで移動していくわけですが、基本的には、まあ、筋肉の動きだけでは本当にうまく打てません。ですから自分の力の入りやすい打点ありますよね。打点グリップによって違いますね。厚い人もいれば薄い人もいて、グリップによって打点が違うと思いますが、そこでしっかり体重移動しながらスイングスピードを上げるっていうところがいいボールを打つコツです。どうも、テニスのケンです。今日はルーセントテニスクラブ柏にお邪魔しております。はい、このチャンネルでは私がいろんなテニスシーンに取材に行きまして動画にしてお届けするというような、チャンネルなんですけれども、また今日は東トレーナーに来ていただいております。はい、だいぶ馴染み深くなってきたかなと思います。東テニス整骨院の院長東です。今日はですね、僕が治療だけではなく、オンコートの練習にフィットしたトレーニング、パーソナルトレーニングをやっているので、そのご紹介をしたく、友達の、岩井コーチ、はい、はい、全国全世界出張中の岩井雅宏コーチです。よろしくお願いします。いいですね。はい、とその教え子の、小野正義選手、あ、小野です、よろしくお願いします。はい、の2人に ご協力をいただいて、お届けしていきたいと思います。はい、ではどうぞよろしくお願いします。では今日は岩井コーチ、どんなレッスンを教えていただけますでしょうか。はい、本日はトランスファーステップですねを、選手と一般の皆さんにチャレンジしていただきたいと思います。それではですね、説明させていただきます。皆さん後ろにお願いします。トランスファーステップとは、横に動くステップからボールを打つときに前に体重移動をして、しっかり打つショットです。それではまず皆さん、イメージありますか。あります。もちろんですね、選手ですから大丈夫ですね、まあ、トレーナーとなんとなく一般の方大丈夫よし、じゃあとりあえずまず皆さんのトランスファーステップを見させていただきたいと思います。はい、それでは皆さん一球交代でいきます。コースはストレートにお願いします。はい、いきます、レディーゴー、ショップ、レディーゴー、東さん、おうまい、レディーゴー、奈々子ちゃん、カモン、おっと、はい、はい、選手、ナイス、はい、東くん、ナイス、はい、奈々子ちゃん、うん、はい、よいしょ、選手、OK、はい、東くん、はい、右足をしっかり軸作って、はい、右足、こうやって、OK、右足に体重をしっかり乗せて、一度ストップした後に、そうですね、左足を前にステップしていくと、体重をしっかり右足に乗せる、そうですね、はい、ゴー、はい、右、はい、七子ちゃん頑張って、はい、選手、はい、東くん、カモン、カモン、OK、ワイルドトレーナー、はい、カモン、七子ちゃん、よっしゃ、はい、はい、ゴー、右足で踏ん張って、前、そう、しっかりストップしますよ、はい、グー踏ん張って、はい、ゴー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 、グー踏ん張って、ナイス、はい、ゴー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 、よし、はい、右足踏ん張って、左、そう、はい、トランスファーステップ、はい、トランスファーステップ、はい、ナノコちゃんのトラン、あー、しょ、オッケー。皆さん、選手、さすが、ナイス、トレーナー、ワイルド、グッド。OK、奈々子ちゃん、まあ、ちょっと足少し勉強した方がいいですね。はい、やっぱり選手が一番軸が取れててうまくできてると思います。これをですね、この筋肉の、まあ、使い方、右足止まるときにどの辺に意識を持ってきたらいいのか、それから左足をステップするときにどういうイメージで体重を移動したらいいのか、今日はですね、スーパートレーナー呼んでます。じゃあ皆さん一緒に、東トレーナー、はい、こっちですけどね。あ、すいません。じゃあ、これをトレーニングで、やっていきたいと思います。
はい、でトランスファーステップの、トレーニングなんですが、僕がやっぱねパッと決めきれずに横に流れちゃったりとかもします。あとはちょっと距離が悪かったりします。これで一番問題なのは自分がそのボールを打ちたいところに入れてる入れてない思ったところにパッと足が置けるか置けないかっていうところが結構大きな、ポイントになってきます。でそれを、1回練習するためにコートで言ったら、シングルスラインと、ベースラインの交わるところですね。この角っこに必ず足を置く。でそこから、前へのエネルギーに変えたいのでジャンプしていきます。この時、使いたいのは、まあ、何でもいいんです。踏んで危なくないもの。今回ちょっとチューブがあったのでチューブを使うんですが、まあ、大体ここから飛んでこれぐらいいけますね。じゃあここにセットしたらしっかり走っていって目的の場所に足を置く。これがずれてしまったり、すると遠かった近かったになっちゃいますので必ずここに置いてそこからこの、ゴムを飛び越えてライン上に着地します。でこれが横へのエネルギーを縦に変換するっていうのでトランスファーステップと言います。では実際にやってみましょう。まずはしっかり角っこに置く。スリーと、スリーと、スリーと、しっかり角っこに置く。そう。スリーと、スリーと、スリーと、しっかり角っこに置いて、そう。OK。スリーと。自分の思ったところへ置く。OK、レディーゴー。自分の足をコントロールする。レディーゴー。フットワークですね。足の仕事です。レディーゴー。そう、OK、レディーゴー。しっかり置いて、パッパッと OK、レディーゴー。レディーゴー。レディーゴー。OK。はい。このような感じで、やっていきます。で実際にはボールが出てきて慌ててしまって、追いかける流れをここでちゃんと股関節でクッとね吸収しきれないと流れてしまって飛んだ方向がこっち行っちゃったりとか、まあ、もしくは詰まってしまって崩れちゃうってことがありますのでそこをしっかりグッと、溜めを作る。もう止まる動きが溜めそのままジャンプですね、できるように意識していきます。でこれを、さらに、使っていくとメディシンボールを使っていきます。じゃあ立っていただいてで、こっちへ投げたら、走ってたら投げるからそれキャッチしてストレートにここに投げるで行こうパッと OK パッと行こうパッとパッと OK レディーゴパッと OK レディーゴ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 パッとレディーゴレディーゴレディーゴそうしっかり股関節でクッションでしっかり自分の体重をキャッチする。 OK グッグッパッ OK いいねグッパッレディーゴレディーゴ OK レディーゴレディーゴ、こんな感じで、ストレートの、トランスファーステップです。これ応用するとクロスとかの方に変えられるんですが、これはちょっとこのまさくんやってもらおうか。はい、フォアバックで今のトランスファーステップでいきたいと思います。グッパッはいグッパッはいグッパッ OK、はい、ラスト OK このグッという切り返しね、使っていけると、走らされたボールでもしっかり自分の体重をキャッチしてそのエネルギーを打つ方へ、向けていくことができます。
はい、ではまた岩井コーチの方に戻ってきてもらいまして、今のステップに加えてテニス的な、指導も加えていただけますでしょうか。はい、それでは皆さん、今東トレーナーから受けたところプラス筋肉の動きだけではボールは打てませんよ。その筋肉の動きに皆さん、ラケットのヘッドスピードを上げないといいボールが打てないので、そこも意識していただいてやっていただきたいと思います。選手先頭に1列で並んでいただいて、でポイントとしては、先ほど東トレーナーからあったように、軸足をしっかりボールに対して決めていただいて、トランスファーステップで移動していくわけですが、基本的には、筋肉の動きだけでは本当にうまく打てません。ですから自分の力の入りやすい打点ありますよね。打点グリップによって違いますね。厚い人もいれば薄い人もいて、グリップによって打点が違うと思いますが、そこでしっかり体重移動しながらスイングスピードを上げるっていうところがいいボールを打つコツです。ですから、ちょっとさっき筋肉に刺激入れたんで、今度プラススイングスピードが実際上がってるかどうかっていうのをぜひチェックしてみてください。先ほどよりボールが強く打てたり、スピンが多くかかったりですね、結果が出てくると、東トレーナーのトレーニングの効果と僕のコーチングの効果が出てるんじゃないかなと思います。やってみましょう。いきます。最初と同じ球出しでいきます。はい、レディーゴー、ゴー、しっかりストップ、トランスは OK、 落ち着いて右足乗って、そう、左、右に乗って左、はい、右に乗って左、OK、はい、右に乗って左、はい、右に乗って左、はい、右に乗って左、OK、はい、7分ダウン、 OK、ストップ、OK、男性2人すごいいい感じだと思います。じゃあ女性、奈々子選手、こちらにお願いします。ボールに対して右足を置いた時にですね、骨盤が最初から開いてると、体がちょっと周りも少し足りなくなるので、ここですね、でしっかり骨盤を少し横向けていただいて、腰を入れながら前に来るともう少し、ね、スイングに勢い出ると思うんで、そうですね、コツとしては右足と左足の位置が結構こう近かったり、右足の前に左足が出ちゃったりすると、もともと前に行ってますから、ちょっとオープンスタンスで、右足と左足の位置関係ですねを少し離す、そう、離して左足少し落としましょう。左足の膝を少し落とす、そうですね。でここからパッて前に行くと下半身のエネルギーをもっと使えると思うので、やってみましょう。じゃあ男性2人ちょっと休憩、はい、よし、行きます。はい、レディーゴー、はい、グッパン、そう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 、はい、戻って、レディーゴー、はい、右足グッパン、そう、オッケー、お、すごい形良くなった。はい、レディーゴー、はい、グッパン、お、さすが天才来た。はい、天才もう1球、オッケー、ラスト1球、はい、ゴー、ナイス、はい、パン、オッケー、ナイス、はい、足の位置と腰の位置、うまい、すごいな、もう一気に成長した、さすが、オッケー、ナイス、スイングスピードも上げてみて、グッ、そうだ、オッケーオッケー、アウトしてもオッケー、思いっきり振って野生解放、自分を解放、ラスト、ナイス、おー、いいですね、すごい、レディーゴー、はい、ゴー、さすがトレーナー、はい、止まって、そうそうそう、うまい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 、はい、ゴー、グッ、よし、はい、右足乗って、そう、左足が落ちるとすごいかっこいい、オッケー、はい、そう、スイングスピード上げて、はい、右足に乗って左足落として、そう、はい、足疲れるけどね、大丈夫、これがテニス、大丈夫、テニスは疲れます、でもね、明日には回復するんで、そう、思い切って、はい、頑張って、ゴー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 、オッケー、はい、トレーナー、オッケー、はい、奈々子ちゃん、よし、まさよし、オッケー、皆さん、どうでしたか、トランスファーステップ。コーチとトレーナーのコラボレーションで急激に変わりますね。選手はもともとね、これは選手としてはやらなきゃいけない技術ですが、やっぱり一般の奈々子ちゃんにとってはどうでした。いやー、だいぶ
変わりました。なんか体の使い方が自分の中であんましっくりきてなかったのが、お二人のこの指導のおかげですごい変わったと思ってます。照れます ね、 ね、いいね。なんか照れますね。最高だね、これね、はい、これをねどんどん伝導していきたいですね。そうね、あの、みんなに広めてね、使っていただきたいですね、はい、はい。皆さんもぜひチャレンジしてみてください。はい、今日はテニスコーチとトレーナーの融合という形でレッスンをしてきましたけれども、はい、東トレーナーの方からお知らせがございます。はい、このゴールデンウィーク5月2日3日で、選手と一般の、合同の合宿を行うことにしました。合同合宿ですか。はい、なぜそのような企画を行うことになったんですか。僕が、まあ、ツアー回ったりとかね、あと一般のお客さんとね、触れ合う中でね、あれこの人たち一緒に練習させたら面白いんじゃないかな、もっとなんかこうテニス界面白くなるんじゃないかなって思ったところがきっかけだったんですけど、その同じ靴は回る、はい、あの岩井と一緒に話してみたところ、あ、面白そうと言ってくれたので、はいはい、その面白さについてより詳しく教えていただけますか。はい、あのイベントとかだと結構選手、ね、プロとか、触れ合う機会ってあると思うんですけど、あくまでやっぱりあのお客さんとして、接するようなところが多いと思います。で、実際の練習となるとやっぱり分け隔てられてしまう、まあ、そこに加わることはほぼないと思いますね、うん、はい、でもそんな中でやっぱもっと選手のことを知ってもらいたい、どういうことを本当にそういうことやってるんだな、で、こういう若手の選手でもあこんなにすごいんだっていうのを分かってもらえたので、でやっぱり練習に一緒に入れちゃえば、ただあの1日だけのだとその練習だけで終わってしまうので、合宿という形にしていろいろフィードバックできるような、形をとって合宿っていうのを、開催しようと思います。実際に普段選手の方が受けておられるようなレッスンであったり、はい、トレーニング、そういったものを一般の方も体感できるということですね。そうですね、はい、あの岩井くんが、いるのでツアーで、やっている練習やら、そういうマインドっていうのを、基本的なル、レッスンメニューはプロに合わせます。でどういうところを考えるのか、どういうところを狙ってっていうのを、言ってもらって、でそれを噛み砕いてもっとちょっと希釈した、一般のレベルに落としたものっていうのを皆さんの方にやっていただいて、そういう、選手のマインド、やっぱり練習内容っていうのはね、どこのレッスンでも受けられると思うんですよ、うんうん、でもやっぱり選手の考えてるマインドっていうのは、選手からしか伝え終わらないと思うんですね、なのでそういう場で、皆さんにやっぱ選手って精神面のスポーツなので、そういうマインドを教わって、あこの練習ってこういうためにやってるんだ、このトレーニングってこういうこと考えるんだ、あこう考えたら楽なんだなっていうのを、ぜひ実感していただいて、自分たちのテニスライフに、役立てていただきたいなと思っています。はい、今回選手やスタッフの方々はどんな方が参加されますか。はい、僕と岩井君、はい、ここが、メインでやっていきます。で、あとはワウワウの吉崎アナが、吉崎アナが、はい、はい、エキシビジョンマッチやって、はい、選手へ挑戦のところでアナウンスしてくれるかもしれません。かもしれない、はいはい、そこは僕の盛り上げ次第ですけど、はいはい、それぜひお願いします、はい、頑張ります、はいはいはい、あとはあのもしかするとあのプロの山崎しずるコーチ、はいはい、しずるプロですね、はい、も参戦していただけると思います、はい、すごい長身の美女なんですよ、はいはい、でテニスも上手い、はいはい、そんな人に襲われる機会なら僕も教わる側がいいかなぐらい、うん、はい、で選手の方は、今日来た、小野正義くん、あとは、高田真央選手、うん、あともう一人、細谷元気というプロが、今オファーをかけている選手で、はい、フライト次第で入ってくるかなって感じなんですけど、はいはいはい、そんな感じのメンツで若手のフレッシュな、そうですね、はいはい、今回若手に絞りました、はい、やっぱり若手の方が身近だとは思うので、はい、そういう選手たちが何を考えているか、はいはい、っていうのにちょっと触れ合ってみたい、はい、って感じですね、はい、では、開催場所と申し込み方法について教えていただけますか。はい、開催場所は、伊豆高原ロビング、さんで、行わせていただきます。で申し込み方法は、うちのホームページから、飛んでいただくと申し込みフォームがあるので、そちらの方から必要事項を、記入していただいて、はい、申し込みとなります。はい、東テニス整骨院のホームページは動画概要欄の方に載せておりますので、こちらの方から確認してください。はい、はい、ということで、はいはい、今年のゴールデンウィークぜひ皆さん時間を作ってですね、テニスを一緒に皆さんと一緒にしていただければと思います、はい、
たくさんの応募をお待ちしております。はい、で、この岩井コーチツアー回ってるだけじゃないんですね。そうなんです皆さん、ジュニアからご年配の方まで、幅広く全国を対象に指導しています。皆さんがやりたい場所やりたい時間に出張させていただきますので、オファー待ってます。どういつもレッスン、いや僕も数々のコーチに習ってきたんですけど、特にもう優秀なコーチなんで、皆さんおいぜひ受けてください。よろしくお願いします。いいね、仲良しだね。ありがとうございます。はい、